広国後に、ザスラウェ広国とは、ゲンベラルーシ・ザスラウェを首都とした、中世、ルーシの分量広国である。その歴史の後半にはリトアニア大広国に所属した。PVMI's DLOKGSKI, TN ポロックと、その分量広国 P、ポロツク広国 V、ビテプスク広国 L、ルコームリ広国 D、ドルツク広国 O、ロゴジュスク広国 M、 ミンスク公国、アイズ、イジャスラブリ公国 G、ゲルチケ公国 K、クケーノス公国周辺の主な公国 S、スモレンスク公国 KI、キエフ公国 N、ノブゴロド公国 T、トゥーロフ公国公国の首都のイジャスラブリは、10世紀末に、キエフ大公ウラジーミル一世が、息子の一人であるイジャスラフのために建設した。都市の年代記上の初出は1127年の、 記述であり、また、都市の名はこのイジャスラフにちなむ。イジャスラフは、最初のイジャスラブリ公となった。イジャスラブリ公国は11世紀に一時ポロつく、公国に組み込まれるが、1101年のポロック公、フセスラフの死後に、再び分離し、おそらくフセスラフの子のダビドの所領となった。1160年代には、イジャスラブリ公国から、ロゴジュスク公国が分離した。 なお1180年代には、イジャスラブリ公国は、ロゴジュスク公国の一部を占領している。1320年代にはリトアニア大公国のアルギルダスの所領となり、1345年には、アルギルダスの兄弟のヤブーヌティスに与えられた。その後、リトアニアの貴族の家門の一つであるグレボビチ家に譲渡されるまで、ヤブーヌティスの子孫が、ザスラウエ公として統治した。なお、 グレボビチケノヤンの統治期には、イジャスラブリの領主は、公ではなく、白の称号を帯びるようになっていた。P76、P56、ありがとうございます。